はい、どうも、ネクストレベルのロシェルです。今回は遊戯王マスターデュエルのリプレイを見ようかなと。まあ、個人的に僕ね、黄金鏡のエルドリッチ大好きで、そもそもまあ、アンデッド使いなんですよね。で、まあ、ちらほら地元のちょっとした対戦会とかにも、ね、一応、こっち来てから割とやったりするんで、まあ、今日ずっと実はやってて、まあ、割といい感じに連勝できたりするんで、一本公開しましょう。で、ちょこちょこ、この対戦で出たポイントで、カードを拡張したりしてるので、デッキ構成自体をちょっとずつ変わってます。さあ、これ割とね、自己ハンドだったんだけど、まあなんとかなったよねっていう。この、エルドリクシルが、相手ターンと自分ターンで動けるからっていうんで、やっぱ、うらら握れてたのがでかいね。で、これでエルドリッチをとりあえず持ってくるところからスタート。本当はもっと待ってもよかった感はあるんだけど、とりあえず召喚剣は止めてるから、俺が植物デッキに対しての知識があんまないってのもあったんだけど。で、ここで呪われてるランド。これ結構エルドリッチの初動にも使えるカードで、ここからコンキスタドール、これはエルドリッチがいるときに破壊するよっていうカードで、増獣打たれちゃったんだけど、これ結構ねきつかったよね。やっぱ増獣展開自体がだいぶ制限されるから。で、ユニゾンビの効果でバンシーからアンデッドワールドで、これでフィードアンデッドになったから、でこれ超融合痛かったんだよな。だけど、これで超融合されても別に、もうグラスブルームを最初に取られてる時点で、墓地に同波数ラ落ちてるから、これで、こっから同波数ラにアクセスできるから、ぶっちゃけ撃たれてもまあ、まあまあまあ、みたいな。で、これで資料を同波数ラを特殊召喚。で、通常召喚が残ったんで、ここでリンク2で、どっち出したっけな、サッカーかな？うん、サッカーだね。で、これサッカーのワンドロ効果とかいろいろと、あ、そう、ワンドロさせたくないから、しなかったんか。で、ここで、同波数ラ効果、増獣打たれちゃってちょっときついなって感じだけど、とりあえず、エルドリクシルの効果で、次の妨害用カードだね。エルドリクシルから黄金鏡カード持ってこれるから。で、同波数ラの効果で除外を選んだんじゃなかったかな。で、同波数ラ効果、で、ウララ効果使えない、きついなぁ。だけど、それアンディアネン効果。じゃあ、同波数ラの効果起動するぜっていう。で、同波数ラの効果でそれを除外します。で、ワンドローはできなかったよと。ね、オブリススコーピオはね、めんどくさいよねっていう。で、まぁ、ここでオブリス止められたのはやっぱ良かったね。オブリスコブラの動きがやっぱりめんどくさいし、そっから超融合でっていう動きがやっぱだるかったんで。まあ、それを止められたのは良かったね。というわけで今回は以上。